こんにちは。スタイリストの北川沙織です。今日はクラフトスタンダードブティックさんの新作アイテムをご紹介していきます。はい、一緒に紹介する編集部のマッキーです。後ろに並んでいるのがクラフトスタンダードブティックさんの秋の新作アイテムです。夏の終わりから秋にかけてなかなかちょっと何を着ていったらいいのか迷うので、どんなアイテムを買い足したらいいかなど今日教えてもらえたら嬉しいです。実はクラフトスタンダードブティックさんの着回し動画今回2回目になりまして、ね、2回できて嬉しいです、はい、前回見てくださった方々ありがとうございました。想像以上にたくさんの方に見てくださったので驚きと感謝の気持ちでいっぱいです。今回も頑張っていろんなアイテムをご紹介します。きなりの、コラボアイテムもご紹介したり、動画の後には、お得なクーポン情報もご案内するのでぜひ最後までご覧ください。はい、で今回はよりリアルな着用感をお届けするために、うん、身長が異なる3名でご紹介していきたいと思います。そうなんです、平均身長を代表して私マッキーがですね158センチの私 と、北川さんが高身長でいくつでしたっけ。169センチになります。いいですね。そしてさらにですね低身長さん代表でお願いします、クラフトスタンダードブティックの斉藤さんにご登場していただきます。斉藤さんは身長いくつですか。153センチです。低身長さんだと、うん、着丈気になると思いますので、うん、ぜひ参考にしていただければと思います、うん、はい、ありがとうございます。今回はこの3名でリアルな着用感をお伝えしていきますので早速コーディネートをご紹介していきます。どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、まず1着目はきなりのコラボのこのニットベストです。もちっとした手触りやチクチクしない、こう首に当たってもチクチクしないような素材にこだわりました。洗濯もお家で洗濯もできるのもポイントですし、静電気が起こりにくいのも嬉しいポイントです。ショート丈だとこういう風に私は今ワンピースに合わせてみたんですけど、結構ね素敵いい感じですよね。ね、しかもこのちょっと分かりづらいかもしれませんが、緑とこれ黄色の糸のミックス糸なので一気にこうシンプルな服装でも華やかになりそうで、すごく気に入ってます。はい、ね、色が絶妙ですよね、うんうん、なんか華やかだけど派手すぎず大人も使いやすいデザインだなと思います。あとこれ前後ツーウェイデザインになってて、うん、あ、本当だ、はい、今マッキーさんはリボン前にしてちょっとガーリーに着ていただいて、はい、うんうん、私と斉藤さんはシンプルにクルーネックで着てます、うん、後ろで、はい、後ろがこんな風になってます。いいですね、はい、スウェイで。なんかそうやってデニムにパンツに合わせてもバランスいいです ね、うん、ね、このシャツとのバランスもやっぱ丈が短いから確かに低身長の人でも、はいうんはい、ちょうどよく着られました、うん、素敵いい感じですね。なんかこのいろんなシーズンに、そうですね、今すぐにだし冬にも着られるしいいですね、うん、暑い日はまだ半袖トップスとか合わせても、うん、素敵だと思います、ね、季節感が出るし着回しの幅が広がるいいアイテムですね。おすすめですね、はい、おすすめです。はい、では2着目はきなりのコラボのジャンパースカートです。結構余裕のあるシルエットなので、うん、インナー次第で季節問わず幅広く使えますよ。本当に結構ニットとかでも、そうですね、下に厚手のものを着てもこうやって割と大きめのタックがしっかり入ってて、これが可愛いですよね、うん、肩紐の幅も広めにしてずり落ちなくするよできずり落ちないように広めにしたというポイントがここは結構きなりのコラボの際にすごくこだわったポイントです、うん、サイドにも深めのポケットがあるので結構何でもスマホも入れたりいろいろできま す、はい、でフリーサイズなんですけどどうですか斉藤さん、低身長さんとして、はい、結構あるんですけど、まあ、そんなに気にならず着ました。確かに、ね、うん、なんかこのロング丈で着るのもまた可愛いですよね、可愛、うんうん、い、はい、
マッキーさんもこのなんか同色系合わせが結構あのジャンスカって子供っぽくなりがちでお悩みの方もいると思うんですけど、そういう方はあのマッキーさんみたいに同色で合わせてもらうとちょっと大人っぽくこなせるかなと思います。なんかこのでもねピンストライプのも大人っぽくていいですね、いいですね、これお気に入りです。しかもやっぱり北川さんは身長があるからそうやって靴下を合わせてもねバランスがいいんです ね、 そうですね、丈がね、はい。では3着目はカーディガンです。形はシンプルなんですけどポケットと襟の配色パイピングがコーディネートのいいアクセントになってくれますよね。そうなんですよ、うん、そこのこのパイピングの色ってをすごく実はこだわっていて、うん、私たちもきなりのコラボということでいろんな色を組み合わせた結果ちょっとこういうベーシックなモノトーンの組み合わせとかちょっとこのね同系色でナチュラルな雰囲気とかちょっとこうなんかキャッチーなねポップな感じでこういう風に、うん組み合わせを厳選して選びました、ね、マッキーさんすごいこの赤お似合いですごいねポップな感じです、はい、ありがとうございます、ね、でしかもこれもさっきのニットベストみたいな感じでもちもちした柔らかい素材なのでカーディガンは普段よく着ますか。はいよく着ます、ね、結構ね、はい、持ち歩いたりもするので、はい、そういう着心地のいいものにこだわりました。これも洗えます。素晴らしい、うん、例えば丈少し短めなので低身長さんでもやぼったくならずに着られるのもいいですよ ね、 確かにここのあとカーブカットもラインもこだわっていて、はい、なのでちょっとこう邪魔にもならないしポイントにもなっていいですね。かわいい。確かに素敵です。これもねいいですね。ロングスカートと合わせてもいいですね、うん、はい。では最後はワンピースです。クラフトスタンダードブティックさんの中でも大人気のアイテムで新色かつ新デザインになります。そうですよね。きなりのでもたびたびワンピース紹介してるんですけれども読者からの反響もすごく大きくてやっぱりねこれ可愛いですよね。なんかこのキルトの切り替えがあるからガーリーすぎず大人っぽく着られるのもいいなと思いました、うんうん、しかもねやっぱワンピースって一番丈感が気になりますよね。今まで全部もちろんフリーサイズのワンサイズでアイテムのを着てたんですがどうですか、はい、斉藤さん伸びたければあるんですが、うん、ちょうどよく確かにそういうね、はい、ブーツでいいですね、はい、5つ目のブーツと合わせても、うんはいね、かわいい合いますよ ね、 ね私も平均158センチでこういうフラットシューズですが丈感は問題なく、うん、すごいちょうどよくて、うんね、こういうガーリーのコーディネートもすごい素敵です、うん、ありがとうございます、はい、高橋さんもいいですねロングブーツ。そうですね、ね私みたいな高身長の人ってやっぱちょっと丈が気になる本当に、ね、前ねちょっとね、はい、思うのでこういうロングブーツとかなんかタイツとか合わせていただいてもいいと思います、うんうんうん、ね今年ロングブーツが流行ってますもんね。そうですね、うんうん、こうやって身長に合わせてねいろいろブーツだったりそうやってタイツだとかいろいろね着こなし方ができるんですねワンピースは。はいそうなんですよ。着こなし方によっていろんな方が楽しめるアイテムだと思うので、うん、ぜひ挑戦してみてほしいです。今回は秋の変わり目に着たい旬なアイテムと身長別のコーディネートを紹介しました。はい、クラフトスタンダードブティックらしいこうベーシックでありながらもトレンド感のあるアイテムがたくさんありました。あとは意外とねこの身長差数センチの違いとはいえ実際に着てみるとね着用感とか着丈が全然違ったので、はい、ぜひこの3名の着こなしや、ね、いろいろ合わせ方を皆さんご参考していただければ嬉しいです。嬉しいです。あときなりのコラボのアイテムもたくさんありましたがどれも素敵で着回しやすそうでした、うんうん、ありがとうございます。嬉しいです。この、今回ご紹介したカーディガン、ジャンパースカート、ニットベストのきなりのコラボなんですけれどもこのアイテムは10月10日から、クラフトスタンダードブティックの、公式サイトのストライプクラブで発売します。発売が開始されます。さらにですね
冒頭でちょっとお話ししましたが、今回こちらの動画をご覧の皆様にはですね、優待特別な割引クーポンもご用意しております、うん、このアイテムですね、このコラボアイテムが 5% オフになるんです。そうなんですか。はい、あのクーポンコードを記入してご購入されると割引になるので、ぜひご活用ください。はい、さらに、今のはストライプクラブの EC サイトの方ですが、うんうん、店頭でもまた別のキャンペーン、割引キャンペーンをご用意しておりますので、そちらについては、EC サイトをチェックしてください。よろしくお願いします。はい、で、まあ、安く手に入るだけではなくてですね、さらに今回こちらのコラボアイテムをご購入されたお客様には先着で、ノベリティ、こちらのですね、きなりのコラボのノートも、木製ノートをノベリティでプレゼントいたします。かわいい。かわいいですよね、はい、このイラストレーターの千葉夏子さんのこのイラストが表紙にあるんですけれども、よく見るとですね、実際にこのカーディガンとかジャンパースカートとかコラボアイテムを着用したイラストになっているので、とっても可愛いので、ぜひこちらも手に取ってもらえたら嬉しいです。一気にお話ししてしまいましたが、それらのクーポンや、ノベルティの詳細については公式サイトをご確認ください。ご確認ください。ご確認ください。で、本日は北川さんもありがとうございまして、たくさんのコーディネートご紹介いただいてありがとうございました。ありがとうございました。ではまた、はい、ね、3回目も期待してね。そうですね、3回目ありがとうございました、はい、ありがとうございました。